レオナさん、やりましたよ。中堅見てたっすか。ああ、上出来だ、ラギー。アバヨン・マーレウス。今年の王の座は俺がもらう。王様万歳。話は聞かせてもらったよ。これはこれは、ハーツラビルの皆さんがお揃いで、それにそこにいるのはうちの一年坊じゃないか。ハーツラビルに転領したのか。俺はただ今のあんたたちと肩を並べたくねえだけだ。この裏切り者が。伝統ある試合を汚す行為、厳格をモットーとするハーツラビル寮の寮長として見逃すわけにはいかない。あのな、お坊ちゃん方、正義のヒーローごっこはよそでやってくれないか。わざわざ敵の真っ只中に少人数で乗り込んでくるなんて酔っちゃってるっすね。レオナさん、やっちまいますか。軽く遊んでやれ。オフイズユアヘッド。寮長クラス半端ねえ。口ほどにもない。エース、デュース、まだやれるね。全然余裕。もちろんです。ちっ、やっぱりこいつらじゃリドルの相手は無理か。でもこんなことしたってどうせディアソムニアの奴らはもう手遅れっせ。ほほう、それは興味深い話じゃ。誰が手遅れだと。この通り、俺たちティアソムニア寮の選手には怪我一つない。そいつらのおかげでな。え、あれ、お前らはさっき群衆に飲み込まれたはず。残念、あれは俺のユニーク魔法スプリットカードで増えて変装した俺くんたちでした。なんだと。俺、ディアソムニアの寮服ちょっと憧れてたんだよね。着られてラッキーみたいな。後で間近めにあげようっと。なんじゃ、そういうことならわしの寮服も貸してやったのに。リリアちゃんのは俺にはちょっときついかな。おい、この茶番はどういうことだ。リドルから話を聞いてな、一芝居打たせてもらった。じゃあマリウスは。もちろんご健在だ。先ほどの群衆の混乱も全ての人間をコロシアムまで安全に魔法で誘導してくださって感謝しろ。そんなのありっすか。なあ、もういい。やめだやめ。ちょ、レオナさん、それってどういう。バーガ、マレウスが五体満足で試合に出るなら俺たちに勝ち目があるわけねえだろうが。そんな試合に出たって意味ねえよ。俺は降りる。そんな、マリウスはともかく、タリオの有力選手はみんな潰してきたじゃないですか。なのにレオナさんが出ないなんて、3位にだってなれるかどうか。俺たちの夢はどうなるんすか。どれだけ世界が注目していようが、所詮は学生のお遊びだ。お前らが目キラキラさせて夢語ってんのがおかしくて、少し付き合ってやっただけだろ。俺たちで世界をひっくり返すんじゃなかったんすか。キャンキャンうるせえな。じゃあ本当のことを教えてやるよ。お前はゴミダメ育ちのハイエナで、俺は永遠に王になれない嫌われ者の第二王子。何をしようか、それが覆ることは絶対にねえ。ふざけんなよ。なんだよそれ。ここまで来て諦めるなんて。いや、あんまりだ、レオナさん。ぶん殴ってでも試合に出てもらうぜ。めんどくせえ、黙れよザコども。